ロータス 100T は、チームロータスが1988年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ジェラール・ドゥカルージュとマーティン・オジルビー。1988年の開幕戦から、最終戦まで、実戦投入された。ロータス 100T1.5 リットルターボエンジン最終年となる、この年も、 前年の9 9 t に引き続き、ホンダ V6 ターボエンジンを搭載する。前年度マシンの9 9 t に搭載した、アクティブサスペンションは搭載せず、オーソドックスなコイルスプリングとダンパーに変更している。ダンパーの駆動は、前後ともプッシュロッドに変更され、フロントのダンパーは、ドライバーの足上に配置された。レギュレーションの変更により、ペダル位置が、 前輪車軸より後方に移ったためスリムなノーズになった。また、ターボ車の燃料制限は前年よりも厳しくなり、燃料タンク容量は150リットルと小さくなった。カナダ GP でネルソン・ピケがドライブする 100T マクラーレンへ移籍したアイルトン・セナに代わり、ウィリアムズよりネルソン・ピケを迎えた。ピケは前年のドライバーズチャンピオンだったため、 ゼッケンはピケが1位、中島サトルガニとなった。前年型 99T と違い、従来型のパッシブサスに戻したためデータの蓄積が古く、さらにロータスのチーム体制や設備が時代遅れになりつつあった。慢性的な資金不足もあり、開発が思うように進まず車体の信頼性が著しく欠けた。ピケ、中島ともに予選で 中段以下に沈むことも多く、中島が2度の予選落ちをキするなど、同じホンダ RA168E エンジンを搭載して、連戦連勝を誇った、マクラーレン MP4、4から大きく、遅れを取った。同じ最強エンジンを積み、全エンドワールドチャンピオンのピケをもってしても最高位は3位、止まりであった。ピケ曰く、 第6戦デトロイト GP の時、チームは 100T のセッティングの方向性が全くわからなくなってしまった。そこでは新しくロングホイールベース仕様のシャシーを投入したが、重量配分がさらに悪化していて、もう悪夢だったという迷走具合であった。フランス GP では中島のマシンのシート装着部が6位走行中に壊れるというトラブルがあり、 本調子ではなかった7位、ベネトンのアレッサンドロナニーニに抜かれ、入賞のチャンスを棒に振ってしまった。ホンダ RA168E100T は、100T1 から 100T4 までの4台が、グランプリで使用された。100T1 は、中島のメインマシンとなり、100T2 は、ピケのメインマシンとなった。100T3 は、ティーカーとして使用され、100T4 は、 前半の数戦で中島のマシンとして使用された。1 0 5はビルシュタイン製の電子制御ダンパーが搭載されたロングホイールベース仕様であったがテストでクラッシュしている。100-T-5 は栃木県のホンダコレクションホールで胴体保存されており、イベントなどで中島サトルが走行させている。ありがとうございます。